ゆりちゃん見て、新しいラケット買ったった。それトイレを守ってするやつですよ。知ってる、見てる、読んでる、やってる。体が優しい風のよう、なんだか美味しい餅のよう。置いてる、めでてる、賃金かけるやすみは、なんだかうるさい街のよう、なんだか遠い日々のよう。え、これラケットじゃ。大体それでどうやってボール打つの？打ってる。一体何が？お弁当一緒に食べよう。は？気まずくないですか？何が？いや、1年生の教室に2年生がいるとは。でも普段トイレで食べてるしな。やめてくださいよ、悲しい嘘は。あ、そういえば今日はナスノが練習来るって。そこみよ先輩が？久しぶりだね、3人は。じゃあまた放課後ね。そこまだっすよ。ゆり？こんにちは。高宮先輩、ナスノでよろしくてよ。ナスノ先輩、どこ行ってたんですか？ガンデルの方に。ガンデル？またしばらく日本にいることになりそうですわ。はぁ、って何してあるんですか先輩？もっと整備だよ。土えぐれてるじゃないですか。ここはジャガイモの種をまこう。どうせならイチゴとか可愛らしい。いや、イチゴは面倒いんだよ、温度管理とか。そういう問題じゃないでしょうが。ナスノもいるし、たまにはダブルスの練習でもしようか。3人じゃきつくないですか？これで大丈夫だね。は？大丈夫大丈夫。大丈夫っつうか原理がいい。大丈夫だから大丈夫。じゃあ行きますよ。あ、ちょっと待って、金玉かゆい。ついてないでしょ。ダメ、今のは少し面白くてダメだこの人たち。で、この中心のところがスイートスポットって言うんですよ。スイートサッポロ。違います。甘くない。そうでしょうね。ねえ、帰りにケーキ屋に寄っていきません？ああ、いいですね。うん、美味しいです。店中のケーキを食べていいですわよ。ここの経営は私の父が握っておりますので。この味どこかで、あ、これカットの味だ。どうしたのゆりちゃん。どういうつもり。あなた、俺ですか？大丈夫、これで治せる。大丈夫だから大丈夫。続く。